いやー、今日ちょっと早めに帰ってきたんだけど、いや今日やっちまいましたよ。ついにこれがね、終わりの始まりになるのか、今日一日でだけの問題になるのかがすげえ分かんないけど、ついにじゃん、忘れた。俺ほとんどアップルウォッチつけてからアップルウォッチを忘れたことなかったんだけど、今日やっちゃいましたね、すっかり。ただ今日ね、実は朝ちょっと忙しくてっていうか、バタバタしててジム行かずに、家飛び出ちゃったんで、まあ、ジム行ってれば絶対こいつ忘れることないんだけど、いやーやっちゃった。ごめん。そして何度この時計を見ようとして、あ、ないっていう、意外ともう僕の中でこの時計を見るっていう動作が生活の一部になってることを改めて痛感しました。いやー良くない。それはともあれなんか届いたけど、ちょっと開けてみようかな。なんかあんま身に覚えがないんだけど。おお、なんとこれまだドヤ案件じゃないですか。週末の散財ドヤ案件かもしれない。じゃん。発売が延期していたエコースポット。エコーショーに続く第2弾で、アマゾンエコーの、この液晶付き、しかもこのラウンディング液晶付きのエコースポットが、ついに出荷するっていうのメール来てたんだけど、届いた。なんかこういうとこアマゾン素晴らしいっすよね。もう完全に顧客情報を掴んでるから。エコースポット届いた瞬間に、もうメールで、なんか、ようこそみたいなのをお知らせしてくるみたいな。さあ、じゃあなんかもう、もったいぶっててもしょうがないから、早速、開けていっちゃおうかな。ちなみにまだうち開けてない、一個開けてないエコーショーが残ってんだけど、サイズ的にはもう、こんな感じで、全然違いますね。4分の1とまではいかないけど、だいぶコンパクト。エコーショーね、結構でかいっすよね。で、例によってこの一度剥がしたら戻せないペリペリモードでヒュッと開けて、じゃん。おー、かっこいい。白にしましたよ。なんかね、結構いいね。質感まず高いっすね。ここには底面は擬的はさすがにないかな。うん、さすがに擬的はないけど、ここにスリットがあって、ここに電源ケーブル入りそうな感じで、上部に例によってこの点々点スピーカーなだと思うけど、ボリュームとなんかスヌーズというか停止ね。で、前面はペロッとスピーカーと、こんな感じですね。本体はまずこんな感じで、でもう一個はここから、出てきますのは、よいしょ、まあ電源だよね。電源ケーブルだけなんだけど、基本は電源とペラ、エコースポットのペラと、あと電源、これね、USB 形状じゃないのかな？あ、なるほど。この、まあ、普通の AC 端子で、このね、ここに2個穴あるけど、片方はダミーなのかな？こっちに刺さるけど、こっちはなんか、リセットボタン的なやつ？リセットボタン的なやつかもしれない。じゃあ早速、ポチッと。さあどうなる。さあ来た。アマゾンがまずロゴから来て、エコー、なんか Wi-Fi まずは設定しろっつうんだよね。どうせちょっとこの手持ちのまんま行ききれるかな。なんか音楽が流れてきます。いつもの感じ？
Come on. Hello, your Echo Spot is ready for setup. 来た。まず言語ね。さすがに、イングリッシュとブリティッシュイングリッシュとダッチ3種類。イングリッシュ。で、Wi-Fi を、うちの自宅の Wi-Fi を、この、普通にオンスクリーンキーボードで選ぶのね。今パスワード入れたら、コネクティング。コネクティングが来ております。さあ、カモン。早い。もうほら、ウェルカムコーとか、こういうところがね、Amazon に行くっすよね。by tapping that's me で、自分、アグリーすると。はい、次は時間帯を選んで、このポーンがいいっすね。コーズエコースポットっていう名前、後でこれアプリで変えられるから、このまま行って、ソフトウェアアップデート最新版をチェック中と。まあここら辺のシーケンスも非常に最適化されてるというか、まあ普通ですね。ちょっとかかりそうだから一旦止めます。あ、もうと思ったら終わった。インスアップデータが見つかったんでインストールしろと。えい、インストール。 As I install the updates, your Echo Spot will restart twice. 2回再起動するよと。しかし、この音結構、おつつつつ、音が結構いいと思うんだけど、皆さんどう思いますか？アップデートシーケンスもなかなかちゃんと作られてますね。急に止まった。怖い。急に止まりました。どうした？どうした？どうした？なんかすごい3時の方向で突然止まるという。しばらく様子見る？これ見ててもしょうがないから、ちょっと一回止めます。さすがにアップデート結構時間かかってるんで、伸びがね、なかなか悪いんで、ちょいとお待ちをいただけますか。さあ、終わったかな？さあ、そして Introducing Amazon Echo Spot. A stylish compact echo with a screen that's designed to fit anywhere. Like on your office desk or nightstand. Alexa helps you do more with your voice. Alexa, what's on my calendar today? Today, there are two events. At 8 a.m., there's a call with grandma. And at 4 p.m., there's Ben's soccer game.Use room-to-room calling to check in on the family. Alexa, drop in on the kitchen. And now, you can easily call most numbers in the US, Canada, or Mexico from your Echo device to their home or mobile phone at no additional cost. Alexa, call Grandma's home phone. Calling Grandma's home phone. Oh, すげえ。家の電話とかも電話かけるようになってんだ。前からだって。Ready for some music?Just ask for a song, artist, or genre from your favorite music service. And with multi-room music, you can play your favorite songs on supported Echo devices in different rooms. Alexa, play Walk the Moon on the Bedroom Echo. Playing songs by Walk the Moon on the Bedroom Echo. だいぶいろいろユースケースかも。複数エコーで働くっていうのも完全に。You can automate your smart home using the Alexa app. After setting up your compatible devices,Just create a routine that will help you do multiple things with one phrase. For example, say, Alexa, good night. To lock the front door and turn off the downstairs lights. Then set a music alarm to wake you up. Alexa, wake me up at 7 a.m. tomorrow with Sia. Good night. Alarm set for 7 a.m. tomorrow to Sia. With a growing selection of clock faces and tens of thousands of skills and counting, Alexa is always getting smarter.
Explore skills in your Alexa app or ask, Alexa, recommend some skills. To get a list of things to try, just ask, Alexa, what can I say? And when you want to go back to the home screen, say, Alexa, go home. Enjoy your new Echo Spot. おー、いいじゃん。エコースポットすげえいい。あ、ミュージックアニメテッドに入れよと。スタートフリートライアル、ノーサンクスにしとこうか。いっぱい入って、俺 iTunes 派だから。おお、時計フェイス、綺麗。Your Echo Spot is ready. あ、横スワイプで、お、この時計かっこいいな、シンプルで。これで横に行って、天気、なんか、あ、デリバリーのオーダーがすでに来たよっていう連絡とか、あ、なんか今日のティップス的なトレンディングだって。じゃあちょっと、早速実験しようかな。アレクサ、ドロップイントゥ横須賀。来た。ちょっと自分の顔がデカデカと。おお、映った。おじちゃんが出たよ。どう？おお、いいね。ちょうどいい具合のバランスで映りますね。自宅が、実家が見えてます。なんかテレビの音がすごいけど。なんかサンフラン、あの向こう側から呼び出すっていうのもやってくるらしい。ちょうど家族がいたから。お、来た。来たよ。お、この感じ。でも最初あれなので、やっぱりぼかしてるのね。最初ぼかしから来ての、こう映るっていう。いや、いいね。このなんかもう、たたずまいとデザインといい、このサイズ感といい。このエコースポット超気に入ったわ。過去のエコーのデバイスの中でもかなり、なんだろう、これいいんじゃない？ちょっと最近 Google ホームに移ろうと思ってたけど、この可愛さはちょっと魅力的。ちなみに一部リクエストが多いので一応やってきますが、この昨日から YouTube、カラグレーしたやつが、どう？やっぱり。OK ね。やっぱりね、でかい画面で見ても、カラグレー5のやつの方が個人的には、まだね、ちょっと色がね、ちょっと、安定してないけど、でもやっぱり、ディスプレイで見たときと、この 4K テレビで見たときで、ギャップが少ないっていう意味でやっぱモニター素晴らしいですね。今までの山間でやるのと全然違う状況になってよかった。ここよりね、もうちょっと先の方の、俺この間の空撮結構感動したんだけど、この空撮の最初の冒頭の結構このね、この次のシーンの色が結構もうちょっとびっくりするぐらい鮮やかなんだけど、もうほぼミニチュアに見えるんだけど、ここら辺とかすごい好みの色っていうか、全般的に色がすごい綺麗に乗って嬉しかったです。これはね、これもうすごいでしょ。もうほとんどスタジアムすごい勢いで出来上がってて、定点観察したい感じ。